ごきげんようゲーム実況者の生田です。新信長の野望やっていきたいと思います。今回のテーマはですね、舞台の兵士数を上げる方法ということでね、お話ししていきたいと思います。はい、ということで舞台の兵士数を上げる方法ということで、5000くらいまではですね、順調に兵士数伸びていったと思うのですが、そこら辺からですね、急に上がりづらくなったなというふうにですね、感じる方もいるかなと思います。結論から言いますと、舞台の兵士数はですね、3つの方法で上げることができます。1つ目としまして天守レベルです。2つ目としまして武将の統率の値、3つ目として天賦で上げることができます。一番影響が大きいのが天守レベルであり、一番影響が少ないのが天賦になります。すぐに対応できる可能性があるものとしましては武将の統率があります。はい、ということでまずは天守レベルから見ていきたいと思います。天守にあります兵数上限ですね、例えばレベル18ですと4000とあると思うのですが、それがですね、武将の兵士数のベースの値ですね、引き入れる基礎の値となります。兵数上限とあるのでね、なんかこれ以上引き入れられないような感じに見えるのですが、これ以上引き入れない数字ではなくてですね、武将が引き入れることができる基礎の値というふうにですね、考えた方が分かりやすいかなと思います。天守による兵数上限の数値が基礎の値であるということをですね、見ていきたいと思います。それでは具体例ですね。天守レベル18、兵士上限4000の場合です。一番統率の値が低いチャチャを例にしてみようと思います。統率の値が12となり、統率による補正がほぼない状態ですね。その数字がですね、4002ということで、天守によるですね、兵数上限に近い値となっています。このことからですね、天守にある兵数上限の数字はですね、武将が引き入れることのできる基礎の値であるということが言えるかなというふうに思います。ですので天守レベルを上げることで兵士数をですね、上げることができます。とは言ってもですね、資源消費量が多すぎてですね、すぐには上がらないという現状だと思います。私もですね、現在天守レベル18なのですが、19に上げるためにですね、各種資源がですね、350万ずつ必要ということで、全然足らない状況です。学問所の方でね、技術も研究しなければならず、しばらくはね、農業プレイしながら上げるしかないかなというふうに考えています。サーバー全体を見ましても、資源レベル2にあるレベル5の名城の方は攻略できているのですが、レベル6の名城がですね、レベル5から一気に難易度上がっていますので、なかなかですね、攻略難しいようですね。攻略にですね、多数の兵士が必要なこともありですね、資源集めの収益もですね、私は現在資源1にいるのですが、散発的ながら見られるような状況です。資源集めに関しましては、最初別に得意な武将がいますので、その得意な武将を派遣したりですね、学問所の方で最終部隊を2に増やすことでね、多少ですね、資源集めはですね、状況を改善できるかなというふうには思います。はい、ということで続きまして、武将の兵士数を上げる方法ということで、武将の統率の値ということで見ていきたいと思います。具体的に見ていきますと、統率の値100で兵士数がですね、100から200増加します。統率の値200で兵士数はですね、500から600くらい増加します。統率の値300で兵士数はですね、1000から1200増加します。統率の値が400でだいたいですね、兵士数2000増加するというような形です。天守にあります兵数上限の数値にですね、この統率の値による補正値が加算されるという形になります。はい、ということで、すぐに対処できる可能性がある武将の統率ということでお話ししていきたいと思います。武将のレベルを上げる以外にもですね、鎧を装備させることで統率を上げることができます。武器とか防具はですね、交渉所で隠鉄を使用して作ることができます。こんな感じでですね、作ることができます。この時使用します隠鉄なのですが、主にですね、高画集の報酬で入手できるものです。武器や防具に関してなのですが、特にですね、紫レア以上が強いですね。まだちょっと黄色いレアのものは作れていませんので、作れたらですね、お知らせしたいと思います。紫レアに関しましては、星が2つありますので、2段階強化することができます。特にですね、2段階目まで強化しますと、ランダムで付与強化がつくことがあります。現在使用しているですね、メインの兵士のですね、付与強化がついたらですね、ラッキーということですね。まあ、こちらですね、2段階目まで強化したものがあるのですが、まあですね、いい感じのものがつかないこともよくあります。紫レアの鎧をですね、マックスまで強化しますと、統率の値がですね、プラス60されるものができます。例えばですね、島津義弘ですと、何も装備していない時の状態がですね、兵数上限がですね、5796となります。ではですね、統率プラス60の鎧を装備してみたいと思います。はい、こんな感じですね。
兵数上限がですね6410まで上昇しました。武器や防具の強化についてなのですが、多数のですね鍛錬石を使用しますので、強化ですね、それは計画的になされた方がいいかなというふうに思います。強化した武器もですね強化に使用できるのですが、多少効率はですね落ちた気がします。今でしたらですね、青いレアリティの武器とか防具にはですね鍛錬石を使用しないでね温存しておいた方が良かったかなと現在はね考えているところです。やはりですね青いレアリティのものと紫のレアリティのものでステータスの補正がですねプラス30とプラス60と違いもありますし、付与強化もあるということで、ちょっとですね私はですね青いレアリティのものにですね無駄遣いしてしまったのはですねちょっと悔やまれるところではあります。続きましてですね、部隊の兵士数を上げる方法ということで、添付見ていきたいと思います。添付のですね、戦闘というところに部隊拡張というものがあります。数字的にはですね、正直他の2つと比べると低くはなってしまうのですが、振っておいてですね、損はないかなというふうに思います。部隊拡張にはですね、1とこちらですね、2があります。1の方はですね、マックスにしますと、部隊の兵士数の上限がですね、2.5% 上昇するものです。はい、ということで続きましてですね、どのように引き入れる兵士の数が決まるのかということで、兵数上限について見ていきたいと思います。具体的にはですね、天守による兵数上限ですね、プラス統率による補正値かける添付による補正となります。それではですね、具体例を見ていきたいと思います。島津義弘の場合ですね、天守による兵数上限が4000となります。そこにですね、統率による補正値ですね、それが2410あるのですが、それがプラスされていきます。統率による補正値なのですが、戦いのデータですね、そこの祝福詳細の部分の武将の祝福の兵士数というのがあると思うのですが、例えばですね、これですと左から2410、1111、1148とあるのですが、その数字がですね統率による補正値となります。最後にですね、添付による補正ですね、私はですね第一段階までありますので 1.025 というのがかかりまして、最終的にはですね6570になるというものです。今ですね添付による補正がありませんので、島津義弘はですね6410となっています。それではですね、ちょっと添付切り替えてみたいと思います。添付はですねここから切り替えられます。はい、ということで添付の補正が乗りましたので、最終的にはですね 1.025 がかかりまして 6570 ということになります。まあ、ですので最終的にですね添付による補正が乗るということで、天守レベルとかですね統率による補正が大きい武将の方がですね、より添付による補正が大きいということになります。具体例で見ますと、例えばですね島津義弘の場合にはですね4000プラス2410ですね、そこにかける 1.025 が乗りますので、6570ということで添付による補正がですね160になります。これがですねチャチャの場合はどうなるかと言いますと、4000プラス15×1.025 ということで、添付による補正が100となります。ですので統率が一番低いチャチャと統率が一番高いですね島津義弘の差がですね160と100ということで、60開きがあるということで、まあ全体から見たらですね小さな数字なのですが、60の差が出てきたということになります。はい、ということで今回はですね部隊の兵士数を上げる方法ということでお話ししました。私もですね絶賛天守レベルを上げるために資源集め中です。どうもご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。いつもですねフォローとかいいねありがとうございます。活動の励みとなっています。今後もですね新信長の野望は投稿していきますので、チャンネル登録とかですね高評価よろしくお願いします。